カップ戦、リーグ戦合わせて56度目の大阪ダービー、未だスコアレスドローなし、お互いのプライドと意地がぶつかり合うダービーにはどんな状況でも妥協がありません。サポーターの思いが選手の足を動かし続けます。清武、山田に託した、左足をシュート、そのまま入るか、いや落とした。素晴らしいプレーがありました。最後福田か、いやギョンウォン選手ですね。クォンギョンウォンが最後クリアしていきました。マミヘッド、まあ、清武選手もね、まあ、復興戦なんかはボランチで出場しましたし、はい、非常にあの中盤前線というところいろんなポジションできますからね。そうですね。山見のヘッド、一方のガンバ大阪、若きストライカー、今シーズンから、まあ、ガンバに加入したという山見、昨シーズンは特別指定としてプレーしていました。荒川の右足だ。いや入ったかと思いましたけどね、今この角度から。そうですね、まあ、精度の高さは示しましたね。ご覧のシーンです。いや壁の外から巻いてますからね、かなり曲がっていると思いますし、あと1メーター、1メーターないですね。山田、松田力、清武に出すヘッド、クリア、柳沢、まだあります。小野瀬が戻る、松田力、中3枚入って、パトリッキのヘッド、道森キャッチ、ファーサイド、パトリックが来ましたね。柳沢クロス、ウェリントン、終盤右に出した、小野瀬クロスを受け、レッドレアンドの右がブロックした、松田力の素晴らしいシュートブロック。いや完璧な、今崩しましたけど ね、ここ石を丸橋に預けます、ここでホイッスルです。大阪ダービー史上初のスコアレスドロー、セレッソ大阪、この瞬間プレーオフステージ進出を決めました。